まあまあ、おはようございます。いつもご視聴ありがとうございます。小助です。さあ、いきなりですが、光にかざすといい色じゃない？なんとも言えない琥珀色というかね。まあ、俺の大好きなジャック・ダニエルなんだけども、この色をよーく覚えといて。はい。久々に開けるね。このギターなんかもったいなくてさ、ずっとケースの中入れっぱなし。すごく気に入って買ったんだけど、もったいないよね、使わないとね。はい。ギブソンのレスポールのバーボンバースト。この色に惚れて買ったんだよね。何度もこの透明感っていうか。いい色でしょ？弾かなきゃね。本当に。もったいない。はい。そして次に紹介するのがマレンマです。おりますが。マレンマ023っていう色とチョコ。このなんだろうね。透明感を感じるんだよね。まあ、オイルが多いからっていうのもあるんだけど、すごくなんかいいなと思ってます、今。この革の色ね。暑い。今日の今の温度、ここ33度でございます。ここの部屋ね、エアコンないんすよ。まあ植物あるんでね、そんなキンキンに冷やせないんだけど。はい。これがマレンマのチョコ。ね、カラーバリエーション増やそうかなと思ってるんだけど、これもね、すごく色濃いんだけど、パッと白くなってね、こんな色が濃いんだけど透明感を感じるんだよね。すごく好き。それで、これはね、長らく保管してた、マレンマのチョコなんだけど、ちょっと色がやっぱ、なんていうのかな、長く置いといたから、色が少し抜けてる感じなんだけど、それもまたいいんだよね、抜けた感じが。そうなんです。ということで、お気に入りのね、色って、ね、バーボンの色、琥珀色って、すごくいいなと、汚い足見せでごめんなさい。思います。はい。今日はお出かけです。はい。ね、イオンフォア仕様のエイプ。ね、504ってのがいいでしょ。これはね、次男坊のバイクなんです。はい。これもね、お気に入りの革なんだけど、この上の方の角調。いい感じにこういうふうに、なんていうのかな、端の方から色が濃くなって、グラデーションのようになってくるのがかっこいいんだよね。これはミネルバボックスのナポリだね。はい、ってな感じで、暖気運転は済んでるのです。はい。暑いな、今日。見てこれ。めちゃめちゃ暑いです。よいしょ。キックスタート。よし、行くか。あら、ミラーがとんでもねえとこ向いてる。ミラーの位置を直してゴー。あら、まだ温まってないね。がね、随分少なくなってんのよ。書きだめてる、取りためてるのが少なくなっちゃって、ちょっと焦ってるんだけど、今日は7月の5日です。独立記念日、アメリカのね、
さあ、翌日なんですよ。これ音声取れてるかな。ちょっとね、湿っぽい話になっちゃうんだけど、今日はね、次男坊の誕生日なんだ。そう、だからね、二十歳の誕生日なんで、まあもう何度も言ってんだけどな、一緒に行こうと約束してたところでね、なんてことないんだけど、レトロ自販機にカレーを食べに行こう。そんな感じで動画を撮ってます。腹減ったね。今日ね、さっき動画撮ってたところ、部屋の中ね、なんかちょっといつもと違う、床の面積が広く感じたと思うんだけど、模様替えしてね、あ、信号変わってもうた。だから模様替えをしたんです。すっごい暑かったです。もう汗ベタベタで。うん。でバイクで走ったら風が気持ちいいかなと思ったら超炎天下です。はい。本当今年はね、梅雨が本当どっか行っちゃったよね。ロクスっぽ雨降ってない気がするんだけど大丈夫なんだろうかね。水不足がね。ああ、前回行った時にね、そうそう、次男坊の友達とかみんなあそこでたむろってた。みんなのたまり場だったんだけど、みんなが言うのよ、カレーが一番美味しいよって。なんか焼きそばとかさ、いろいろあるんだけど、で俺この間カレーを食べたんだけど、まあボンカレーだわなって感じだったんだけど、もう一個あったんで、もう一個、何これカレーもう一種類あるじゃんと思って、こっちのこと言ってたのかなと思ったら気になっちゃって。そうなんです。まあね、今日はちょっとお祝いなんで、夜もね一杯やろうと思ってます。はい。燃料入ってんのかな、見てない。これ燃料計がついてないんで、ちょこちょこ変えながらさ走るのっていうのはとっても楽しいです。はい。さあ、今止まってさ、ちょっと驚いた。なんでもなかったけど、ちょっと熱だれしてるかね、暑いし。ってことで、いつものところ止まってるよ。人はいないけど。到着です。まあ紹介はいっか。しかしこの、あら止まっちゃった。
この炎天下どこで食べるよ。不安だから一回エンジンかけておこうか。あ、大丈夫大丈夫。よいしょ。ざっくりざっくり、この間と変わったことあるところあるかもしれないから見てみる。はい、ってな感じで帰ってきてすげえ体力使う。この炎天下の中のバイクはね、水風呂のシャワー、冷たいシャワーを浴びてちょっと休憩してました。はい、まあね、夕方もねちょっと運動しようと思ってるんで、はい、無理せず頑張ります。ってな感じで今回の動画はねこんなもんで終わりにしようと思います。もう一本ねこの後動画撮るんだ。はい、ってな感じでまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。あのね、動画、カレーが出てくる自販機でポンって押したらアナログでジーって針が動くのとか撮ったんだけど、なんかうまく撮れてなくって、あまりの暑さで、このスマートフォンが熱暴走してたみたい。すごい暑かったもん。はい、ってな感じで終わります。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。